おはようございます。ニートの朝は早いですね。今6時です。体を動かしてもらう場所、動かさせてもらえることに感謝ですね。できます。向かいます。グランドに向かいます。失礼します。鍵忘れた。車の鍵忘れたよ。ちょ、暖房うるさいけどちょっと明るくなってきましたね。今から松台の練習参加してきます。行ってきます。5、4、3、2、1、0。パール君頑張れ。練習終わりました。ありがとうございます。松台さん本当にね、優しく迎えてくれて本当にありがたいと思ってます。まあ、朝早くからでもボールを蹴らしてもらえる、まあ、対人できる、まあ、いろんなね、走りスプリントのトレーニングはありますが、そういうことができることにもうすごい感謝が増えますよね。いつも今までは当たり前っていうのが当たり前だったんですけど、ちょっとすいません、今ご挨拶してました。そしてこれご飯いただきました。やっぱ休みの方とかいたんかな、でちょっとあまりをいただきました。ありがとうございます。もうあったかくてね、すごいね、もうぬくもりを感じる。そしてこれもね、おやきですわ。やっぱり信州はこれおやき、おやきが見てこのうまそうなおやき。さっきおやきかな、食べるとしたらマスク。マスクやん、これ。神かと思ったら、マスクにガム入って思った。おがやき。あったかいわ。うまい。牛ですね。俺がご飯絶対もらったらあかんねんけど。ありがとうございます。ということで、今9時50分です。今から家帰ります。ありがとうございました。うまっ。うまっ、マジしみるわ。うまいわ。ごちそうさまでした。みんなあったかいわ。めっちゃ話しかけてくれるし、めっちゃうまいし、みんなついていくの必死です今。なトレーニング、オファーちょうだい、オファーちょうだい、カモンオファー、カモンオファー。15分くらいですね、寝させてもらいます。その方がね、快眠してね、すっきり爽快でね、昼、午後を迎えられますので、一旦寝たいと思います。15分くらいね、おやすみなさい。そして、この、なぜこの角度かと言いますと、見せますね、見せますね。のんちゃん。のんちゃんがここで、あら、のんちゃん。のんちゃんがここで、るいちゃんがここにいますね、るいちゃん。はい。着替えたんで。今から甲府に行きたいと思います。ちょっと忙しいと感じる方もいると思うんですけど、まあ、ここまでね、毎日ここまで追い込んでるわけじゃないですけど、重なるタイミングって何回かあるんで、週に頑張って追い込みますし、あとはなんていうんですかね、練習参加とか急なオファーとか、まあ、来ると思うんで、それに向けて、常に体を万全な状態にしとかないと、まあ、もったいないというか、まあ、チャンスを逃さないために体を動かしてます。多分ね、みんなの場合もそういう、僕みたいなね、なかなかチーム決まらないとか、あとはね、高校中学でなかなか試合に出れないとかあると思うんですけど、常に体を動かしてね、常に万全な状態をキープできるようにしてください。そしたらね、チャンスを逃さずに、チャンスで仕留めてアピールして夢をつかんで。ちょっと集中切れそうやったから、水めっちゃガブ飲みしてたら正面漏れそう。パーキングです、今双葉パーキング、失礼します。それそれ、ナイスだ。うわー、やりきった。あ、出てきた。あれ、ナイス。それぐらいやるってことやね。ポンやるち終わりました。あーしんどい、死ぬか思いましたわ。まあ、こうやってね、あげてますんで、まあちょっと今からちょっくらご飯っていうか、パワーつけて、から帰りましょうか。いいね、うん、失礼します。
じゃあちゃんとあのうどんも取ってください。うわうどん取らな。これうどん取ったら山梨県民のファン増えますね。多分登録者。そうなん。吉田のうわ吉田ファンの吉田のうどん食ってる。うわ吉田のうどん食べよう。甲府で山梨で有名な吉田のうどん。違うとこ行きましょう。すいません。楽しみにしてたのに吉田のうどん。まだありますけど。うわ。なぜか全然空いてなかったから。起こす。うん。ある。松本にあるわ。ええぐ。うわ自動や。うわ自動で。うわえぐ。ヘルシー。ヘルシー。さようならさようならよだいまたはいまたありがとうございましたまたねシュンヘックシュン服脱いじゃった着替えますあー倒れそうこうは俺の服ねこれいっぱいごめんなさい僕も散らかしてますまた怒られるから隠しとこう僕体幹系今までほぼやったことないんですけど、はい、できません全然、はい、伸びしろですね、うん、見ていただいた通り分かると思うんですけど全然できませんので、特別コーチをつけてさしておいちょやめペットボトルのちょっと音がうるさいかもしれないんですけどすいませんね僕がやらないんで全部やってもらってるんで、はい、特別コーチを体幹とかやっぱ体の使い方とか、可動域が極端に狭いですよ僕肩甲骨とかもなかなか動かなく股関節もなかなか可動域が少ない足首も可動域がなかなかないという状況です、ここを改善してそっちか無理無理もう笑うぐらい硬いですもう嫌になるわ頑張りますこんな体幹で汗かくこと今までなかったんでみんなもぜひやってみてください。そのために僕はちょっとね、成功例作ろうかなと思って、成功例作るに頑張ります。あげます。失礼しますマジで疲れた。死ぬんちゃうかとずっと思ってましたが、頑張って、耐えましたね。さて、元気もらいに行こうか。欠かせへんで、カードは。ほんま。ということで、楽しんできましたわ。このタッチ松本店さんは、こう山鹿の、サポートショップにも加盟してますんでぜひ山鹿の皆さんもこの J リーグのカードとかも売ってるんですねサッカーのカードも売ってますし、まあ、僕は遊戯王とかポケモンとかも好きなんで、まあ、いろんなカードが売ってるんでぜひ皆さんここにお買い求めください、まあ、ゲームも売ってますねあとはここでカードの対戦とかもできるんでぜひ皆さん来てみてください僕はもう一生来てたわ誰と来てたら分かるでしょ、うん、まあいろんなまあみんなと若手とみんなと来てましたでは帰ろうか